このうち、北九州市小倉北区の小倉高校では262人が卒業の日を迎えました文部科学省は歌うときなどを除きマスクを外すことを基本と通知しましたが小倉高校では式の後に受験を控える生徒がいることもありマスクをした生徒がほとんどでしたが一部の生徒はマスクを外す場面もありました。また 卒業生代表もマスクを外した晴れやかな表情で、コロナの制限がある3年間でしたが、私たちなりに学校行事を満喫できたと当時を述べました。県教育委員会によりますと、県内の県立高校ではこの春、2万1300人余りが卒業を迎えます。